この動画では構え、その重要性についてご説明をいたします。自分の場合はですね、昔は構えということはほとんどこう意識せずにですね、なんとなく構えて、なんとなく組み手をしていたっていうような時期がありました。その頃抱えてた課題っていうのはこんな感じです。自分よりも大きな、少しでもですね体格が大きな選手とやるとすぐに押されてしまうだったりとかですね、技をまともにもらってしまう、正面からですねもらってしまうっていうことがあったり、それと自分自身が攻撃を繰り出した後に、バランスを崩してしまうであったり、あとは足運びがうまくいかない、フットワークがうまく使えないっていうことが非常に多くありました。あんまり自分自身もそんなに深く考えてなかったので、なかなかそれがですね向上していくっていうふうなまでには時間がかかりました。そのポイントっていうのにですね4つあるんですけれども、それに気づいた時にですね、組み手の安定感っていうのが格段に向上しました。自分の場合はそうでした。なのでこの4つのポイントをですね、今回は動画でですねお伝えしていこうというふうに考えております。構えのポイントですね、構えのポイントは、こちらの4つになっています。この4つを押さえておくだけで、組み手の安定感というものがですね、格段に向上していくというふうに思っております。まず、最初ですね、足幅です。前後左右の足幅っていうのは非常にバランスを取る上で大事になってきます。極端に広すぎたりとかですね、また構えた時に狭すぎたりとかっていうのは崩される原因になりますので、これをちょっと意識してみてください。まず足の横幅ですね、横幅は、骨盤ですね、自分の、腰ですね、腰の幅っていうのが、この足がですね自然にまっすぐ下に降りた状態になりますので、横の幅っていうのはまず自分の腰、このサイズに合わせてください。次に、前後の幅ですね、これはご自分のですね足一足半ですね、このぐらいの幅がですね、しっかりと腰を落とした時にこのもも裏、お尻の筋肉が働く幅になっておりますので、このぐらいの幅が非常にいいかなというふうに思います。次にですね、つま先の向きですね、つま先の向き、これ非常に大事です。前足のつま先の向きですね、これは親指をですね、支点にですね、しっかりと正面に向けるということですね。基本的な構えにおいてはつま先はまっすぐにしてください。なぜかというとですね、このつま先の向きから内側に入っていると同時にですね、ほぼほぼ膝も中に入ってしまいます。膝が中に入るということは踏み込んだ時に踏ん張りにくいですね。ましてや相手に下段を蹴られた時に踏ん張ることができずに膝が中に折れてしまいますね。なので膝、つま先っていうのはまっすぐにしておくっていうのは非常に重要なポイントになります。そしてもう一つ、後ろ足ですね、後ろ足のつま先がこのようにですね外に向く方が非常に多いです。これは相手からガッとこう圧力を受けた時にですね踏ん張ることがまずできません。これでは正面から見てですね、45度ぐらいを目安にですね、斜めに向けるというふうなことですね。それがしっかりと踏ん張る力になってきますので、前そして後ろの足のつま先の向き、これをしっかり意識してみてください。3つ目ですね、これは、おへその向きですね。おへその向きは正面に対して45度くらいを目安にしてください。帯を巻いていれば帯の結び目ですね、これを目安にしてください。これが正面に向いているということは相手の攻撃を非常にもらいやすくなります。的が大きくなってしまいますので、右45度におへそを向けることで体が半身ですね、面積が正面から見た時に小さくなるので攻撃が当たりにくくなります。なのでおへそは斜めに向けるということですね。この時膝が一緒にこうついていかないようにだけ気をつけてください。4つ目のポイントです。腕の角度ですね、こんな構えしている人非常に多いですね。
これでは相手の横からの攻撃、それと上段の攻撃というのをもらうリスクが非常に高くなります。手は上から下にまっすぐ下ろした状態ですね。このようにすることで上段の攻撃、中段の攻撃、これを両方ですねカバーできるようにしていきます。自分の大体顔をこのガードできるところにですね手があるようにしてみてください。以上の4つのポイントを押さえておくこと、そしてすごく大事なのがですね、その構えを崩さないということが大事になってきます。この構えをしていても、例えば技を出した後にもう手が下がっていたりとか、膝が内側に回っていたりとかですね、つま先が外側に向いていたりとか、こういうふうにするともうこれは崩れてしまう原因になります。なので構えだけの練習っていうのも行っていきます。相手と向かい合った状態でこういうふうに技を出した後でも、ステップを踏んだ後でも同じ構えになっていくということですね。どこに動いてもですね、常にこの足の幅だったりとかですね、構え、技を出した後でも同じですね。技を出した後でもしっかり構え直す、こういう練習をしていくことで構えの、安定感っていうのもまた増していきます。これをですねしっかり意識して組み手行ってみてください。いかがだったでしょうか。構えの重要性、この4つのポイントですね、押さえていただいて明日からの練習に取り入れてみてください。少しでも、お役に立てたら嬉しいなと思います。これからも、ためになる情報を発信してまいりますので、ぜひですね下のところからチャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いします。